怪物、ベイカーズダズン、廃棄物13号、いろんな名前で皆が呼ぶけど、私にはあの子の名前は一つだけよ。一つ、被害であったレイバーは海辺で作業していたものばかりである。遺体ってこれだけですか？あなた警察の人？事件は全て夕方から夜にかけて起きていること。これです。こいつがやったんじゃないですかね。昭和75年東京、レイバー連続襲撃事件を追う2人の刑事。イングラムが起動するとき、陰謀の裏に渦巻く悲しき真実が明らかになる。君があいつを育てていたのか。あの子は新しく生まれ変わったのよ。生まれたのは君の子供なんかじゃない。生まれてきたのは怪物だ。